私が足立善光でございます。足立善光氏、この日71歳。明治32年2月8日勤王の子として生まれ、小学校4年の義務教育を終えるとともに家業を手伝い、すきくわを握る。18歳にして独立、木炭商として隅田原を担ぎ売り歩く。松江63連隊2年の兵役後、単身大阪へ出て働き、当時700-800円、今で言えばおよそ1000万円の金を貯めて帰郷。それを元手に米を商うが、78年にして失敗。昭和21年正月、再び大阪へ進出。25万円の資本で繊維会社を創立。その後次々と事業に成功していくのであるが、この辺りも鹿之助が信仰した三日月が、今日より明日、明日より明後日と次第に丸くなっていくのに似ている。浅間滝の1万坪に喃々とする庭をおじいちゃんは走る。ここと思えばまたあちら、牛若丸のように走る。何しろ1万坪、走らなければ庭の手入れさえ追っつかないのである。おじいちゃん足立善光さんは今年76歳、財団法人足立美術館の会長さんである。善光さんは裸一貫で飛び出したここ鷺の湯に、素晴らしい庭に囲まれた素晴らしい美術館を建てるのが若い頃からの夢であった。流々深化第一期工事、第二期工事を終え、近代日本画の粋を集めて今、西日本随一の名園を持つ美術館が出来上がったのだが、おじいちゃんの夢は第三期工事へとまだまだ果てしなく広がりそうだ。日本一の庭を作るのがうちの一生の仕事ですね。日本一ということは世界一、これがおじいちゃんの口癖である。その夢のためにおじいちゃんはまだまだ走り続けねばならぬ。走る走る、76歳が走る。この走ることから善光さんの一日は始まるのである。今そこを見とるだろう、向こうの隅っこ、それはもうちょっとこって、ちょっとこって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 、ちょっと頭をもうちょっと隅行こう。それは神いて隅だなんやけど、もっと隅だ隅だ、頭隅やで、頭をそれ逆だ逆だ、それ隅の方へ返してみなよ、返して隅の方へ。もう寝ておって夢に、描きながら、また朝に晩に必ず庭に出てこう見ておる間に、やっぱり自然の美というものがね、いかに美しいか、おそらく日本庭園というものは世界にどこにもない、ただ一つのこの自然と人工の美の調和と、こういう独特のこの古来からの文化がある、こういうものをして世界に日本の力を示したいと、こういうのが私の夢で今実現しつつあるんじゃないかと、まあこういうことなんですかね。プジョーになるとね、もうあと 2年ほどするとね、20周年です ね。でそれまでにね、もうちょっと目鼻をつけたいと、この間も1年ほどちょっとね
体の体調が悪くて閻魔さんが迎えに来たけど、もう2年待ってくれ、やっぱ不自由になってもね、まだ欲があって、やっぱりもう一年でももう一年でもと思うところにね、夢があって、まあ人生面白いと思うんですよ。これは私がやったことではないんですよ。みんな周囲の我々の同士と関連会社がね、よく統合して、みんな新宿へ付き合い、もう全部自分のもんだという気持ちでね、これやってるからここまで来たんですよ。だから人のとの付き合い、それから人は大きい宝だね。沼は本当にね、私はまたここぐらい恵まれたね。まあいわゆる円形中継は支援を利用して、で、あれ円形中継神経だけをそれに合わせて沼を作るわけやからね。まずここから見て一番いいのはね、池があって、それからあの門があって、だから門から向こう遠くへこう回ってるところね、あの灯籠があって、ああいうところがまあ何と言っても一番いいところですよね。まあ満足したものだと。それでもまた予想が歩くとね、あれこれ松がここにあるなと思ったらね、またそれ掘って帰ってまたこう交換させたりやっぱりするんですけどね。大体にまあこれやったらね、白砂新章の庭やったら誰がご覧になってもね、もう十分だ、うん、これ私の一番自慢してやったところなんですよ。私の夢はやっぱりよそにないもの、それから同じするのやったら中途半端なことはやめとけと、もう徹底したものをやるかにはやらないかんということが夢だったんですけども、まあ夢が着々と妙に夢がこう進んでくるわけなんですね。